本日は夕方のリップルのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、10月3日15時10分ですね、YouTube 録画しております。 今日日経平均株価はね、反発したみたいですね。278円高ということで、今日は大幅に反発してきております。ちょっとおしめ買いがね、入ってきてたというような記事も書いてありましたので、まあ、かなり安くなってたものにね、ちょっと、商船三井とか、配当落ちで結構安くなってましたけども、この辺に結構買いが入ってきてたような感じでした。それからですね、えー、まず安心すなども、 0.8%くらい上昇ということで、まあ、大体1%前後の今日は上昇したものが多かったのかなという感じですね。まあ、全体的に今日株価は強かったというところで、まあ、アメリカ市場がね、またどうなるかわからないんですけど、あんまり強くないんじゃないかなとちょっとね、ダウ先とかもね、見ててもあまり好動きだったんですけども、まあ、ちょっと今日はね、どうなるかなというところですね。それからビットコインちょっと相場見ていきたいと思うんですけども、 まあこのような形でビットコイン、それからイーサリアム、XRP、それからエイダとかね、いろいろ見えてると思いますけども、まあ、軒並み売られてるなという感じですよね。まあ、全体的にまあ高いものがあんまり目立たないというところで、まあ、トロンぐらいなのかなというところですけども、それから上がってるところを探してもあんまりない。チリーズとかもちょっと大幅に下落になってしまっている。メーカーとかが上がってるんですかね。 まあ、あんまり上がっているところが見当たらないなというバイナンスコインとかは上がってるみたいですけどもバイナンスコイン結構しっかりしてますね、まあ、ユニスアップがそれからちょっと上昇しているかなというところですあんまりねまあいいところがないのかなと思うんですけどもちょっとチリーズ見ていきますかちょっと下落結構きついですねこちらね 30円ということで、ちょっと下落が結構きついんですけども、シリーズもね、なかなかこう上がる上昇の気配を見せないなというところで、ちょっと長期低迷なのかなというところなんですけども、基本的にはですね、ちょっと弱いものが多いぞというところで、リップルはその反面ね、頑張ってたんですけども、ちょっとあとビットコインイーサーね、見ていきたいと思いますが、 ビットコインもね、ちょっとさやば縮小してきてはおりますけども、だいたいそうですね、今日はコインチェックの方で0.5%ぐらいの下落という表示になってまして、まあ、このチャートの通りなんですけども、安いぞという感じであります。それからイーサレムの方もちょっと安くなっておりまして、18万8000円ということで、ちょっとこちらもね、弱い感じですね。あまり強くないなっていう感じです。 それでは、クサル r p はどんな感じなのか、日足、えー、それから週足、月足という形で3本ね、見ていきたいと思います。クサルピーなんですけれども、日足跡からちょっと確認していきます。 はい。冷やしだと確認していきますけども、ちょっと弱いところがね、今日は目立つなというところで、63円でちょっと反転してきてますね。63.473というところで反転してきてますので、まあ63円ぐらいはレジス、えっ、ー、と、サポートラインにちょっとなっているようです。それで上が66円ぐらいなんで、この辺がちょっとレジスタンス、69円がレジスタンスあたりかなと、2つのレジスタンスが上に控えてるんじゃないかなと思うので、ちょっと上値が重くなってきそうだなというふうに感じております。 それから足、えー、と週足です、ね、週足を見ていきますとあんまり動きなかったのかなという感じですねせっかく上がったんですけどもちょっと安くなってきてしまったという感じでちょっと弱いなという感じかなと思います最後に月足を見るとねあのいつも言ってるんですけど値段のね こううがはっきり分かるなという感じで、今、基本的に61円から76円で動いているのかなというところなんで、まあ、基本的には61円の方にやはりね、近づいてきてるなという感じで、ただしここを割り込んでしまうと、今度45円ぐらいまでの下落の、えー 下落トレンドになってくるかもしれませんので、せっかくの上昇ですね、76円まであった上昇が、またね、元の木編みになってしまうかなというところなんで、ここの61円ところですね、ここが勝負どころだと思っているので、まあ、ここで下げ止まれるか、えっ、ー、と、いかというところかなと思っております。というところでね、今回のリップリャード分析、最後までご覧になっていただき、ありがとうございます。皆さんもリップルに対して様々なご意見があると思いますので、ぜひチャンネル登録ですね、この回に、えー、機会にしていただいて、ご意見の方をいただければと思いますので、 コメント欄の方にご自由に使っていただいて構わないので、ぜひご意見などいただければなと思っております。ということで、この辺でね、リップルチャート分析最後までご覧になっていただき、ありがとうございました。